今回は漫画版ドラえもんの暴言で一番ひどいものを決めるみんなの反応集をご紹介します。それではどうぞ。まずはシンプルなものから。これ結構ひどいと思う。かなり独白よね。のび太が何かバカなことをしたわけでもないのに急に飛んできたという点がまたクソ。予測不能。リマル教唆。これは運勢上げる道具だから、なお6分の1でマジに死にかける模様。はい。原作持ってこい。実際やばい。はい。時を経るにつれて切れ味が増していく1枚。AV にもエロ漫画にもギャルゲソシャゲにも全方位にぶっ刺さるの強い。全部燃やしてしまえば片付く。原作じゃないし、しかもコラだぞ。上の方がかなり違和感あるゼリフなのひどいな。ドラえもんはこんな丁寧語言わない。全部燃やしてしまえば片付くの方が違和感がない。あまりのネタっぷりがアニオタウィキに書かれた大百科か。青たぬきくんさ、これが一番ダメージでかいと思う。後ろ姿から哀愁を感じるよね。この後に物のはずにっていうのがほんとひで。他みんなの反応が何度も見直した別の人のじゃないと真偽を疑うに止めるのに唯一不正と断言する畜生具合。顔が煽ってる。ドラちゃん煽ってるけど、よく考えたらあののび太が眠れないってかなりの異常事態では。ご直球。みんなが張りすぎて画質がビガビになってて草。のび太もひどい。ドラえもんキャラは小学生とは思えないくらい性あるキャラばっかりだし、きよし、できすぎくんくらいしか良い子がいない気がする。こらじゃねえか、ナイフ。本物もそれはそれでひどい。この後自分自身をバラバラにしてみました。藤子先生ブラックなネタ多くない？ごめん、バラバラにしたのはドラえもんだ。なんでかというと、ママから手を貸してと頼まれたので、文字通り手を貸しに行った。当然ながらそっと押します。なんか下手なドラえもんだなってなるやつ、やっぱり原作ではないんだな。よく見るコラみたいなやつの出典はドラえもん百科という作品。作者は F 先生の足の片倉先生で、反抗人ぐらいの認識でコロコロに連載してた。今では片倉先生のオリジナル設定、いわゆる片倉設定はなかったことになってるが、中にはドラえもんの耳がない理由とか猫集め鈴とか公式に輸入されたものもある。たまにコラとか他作者が書いたのを公式と勘違いする人いるよね。これもなかなかひどい。のべよだらがお感毒性になったのは良いマイルド設定だったんだな。汚いの。ジャイアンはフグだったのか。くさ。てが誰だ。ジャイアンかスネオ。これも特攻か警官に言ってるあたりなかなか暴言。これその時代の人にとっては自分が命を懸けてやってる大事業に唾を吐いて、あんたらのやってることなんて全部無駄なんだよバーかっていうのに等しいのでは。間違ってるかもしれんけど、第二次世界大戦の時の人に言ったのよねこれ。まあ敗戦のおかげで平和に豊かに生きてる小学生視点ではそこまで考えられないのも当然ではあるんだがな。仮に大長編の経験全部記憶してるとしても、戦争なんてろくなもんじゃないって認識は覆らないだろうし。つっても先の大戦で負けたのは冷静にこういうこと言ってくれる人の口を封じたせいだよ。そのせいで死ななくていい若者が無駄に死にまくった。まあ俺らから見れば江戸時代とか鎌倉時代ぐらい昔だし、こんなに軽い言葉になるのもしゃあない。逆に親が戦争経験者ののび太は安心させるように言ってるのがポイントだね。F 先生は短編など見ても典型的左翼だから仕方ない。手塚の影響を良くも悪くも強く受けちゃってるんで。いやそこまで言わなくても僕この言葉言われたら心折れて泣く自信あるぞ。ましてや家族同然の親友に。家族同然の親友にアート買うとかで窓開けてほしい、自分でやる気はないと言いたいと読み取ってくれ、というのも大概な気がするぞ。究極の暴言。これもコラで本来はぶっ壊してやるだった気がする。結局変わってないような気がビレゾン。いや、ぶっ殺してやる。で正解。多分知識性で、ぶっ壊してやる。にセリフを変えてるんだと思う。やろう。ぶっ殺してやるの後見た。自分殺しに繋がるのね。悪魔のささやき。
確かにこの道具は懲らしめるためのものだけど、この言葉でのび太が本当に心の底から吹っ切れてたら、邪魔者を消すことに快感を覚えるようになってたらどうしたの？下等に対するつくまさんかよ。さらっとひどい。ひらがななのがさらにムカつく。これ優勝候補。のび太のために怒ってくれてはいるんだけど。ルイジバージョン。そんなのび太がこの世で一番弱いみたいな。自分を殴って楽しいかい？まあのび太ものび太でかなり無茶な要求をしてるところもあるから。のび太としずかちゃんが結婚することについての雑感。犯罪者の言い分、プロリすぎなのはそう。スネオ史上屈指の暴言。友人の姿か？これが。ドラえもんの反応。これは当然。当時はいじめの演出家が問題になってたからね。F 先生も思うところあったのだろう。たまに取り返しつかないほど最低なことするよね。これと嘘800のはもう一生絶縁されても文句言えねえ。これ何があったの？ドラえもんが未来に帰ってしまって寂しがってるのび太に、ドラえもんが帰ってきたぞと嘘をついた。マイベスト暴言。のび太も大概だよ。話の中で改心してるからセーフ。しずかちゃんもだぞ。個人的にここののび太の言葉もひどいと思うけど。秘密道具ミュージアムでも使われたやつ。平等爆弾。能力や性格を平等にする道具。よってこうなる。6をやっちゃったわけだ。日本国民がみんな死ぬまで6な目に合わないのか。なんでやろんな歴史たどっても一応結婚しとるやんけのび太の肩からつけ回したのかもしれないけど。一応これってママに説教されて辛いっていう発言に対する返しがなかったっけ。のび太に煽る意思はないだろうけどゲロムカつく。目の前でこれをこの顔とセットで言われたらプッツンしない自信がない。シンプルな横暴。しかも笑顔。上がってないのだとこれかな。さらりとひどい。有名なやつ。こらじゃねえか。基本的にいつもの4人とドラえもん誰しもが畜生言動をし合ってるから奇跡的なバランスで友情が成り立ち合ってる関係。上げて下げる鬼たぬき。途中で挟んでるのがことさらに鬼。アホか君は。一応肯定的な発言だけどさ。こののび太は最高に腹立つ。幼子にマウント取るな。しずちゃん、昼寝のコツを教えて。のび太、頭を空っぽにするんだよ。しずちゃん、できない。子供の頃は気にせず読んでたのに、改めて見ると信じられないくらいひどくて笑う。ガハハがいい味を出してる。この一コマ目。このスピード感。全体的にひどすぎて笑った。やっぱりこれでしょ。のび太の射撃の腕前を褒めたたえてるとこですよ。これは畜生煽ら抜き。